故障とは、物事の正常な働きが損なわれていること、あるい自体の進行に差し障りがある要素を指す。機械の円滑な動作に問題がある場合、このように表現することもあれば、体に不調がある場合にもこの号が使われる。故障のため、コイン投入口にガムテープ故障の小便器を使用させない対策工業製品の範疇では、部品の摩耗や破損、 お損といったトラブルで発生しーるが、特に工場出荷状態からきちんと動作しない場合は、製品の不備であるため不良品として扱われる。故障は、生物の場合は治癒することで回復するわけだが、機械や装置の場合は、異常箇所を修理して正常な状態に戻すことで、機能が回復する。この場合では、破損した部品を正常なものに交換したり、潤滑を行ったり、 お損を取り除いたりする。特に近年の工業製品では、大量生産に伴う機械要素の標準化やモジュールの採用によって、問題箇所を含む機構の一部を丸ごと交換することによって、コストはかかるが手早く故障状態から復帰することも可能になっている。人身における故障の場合、スポーツの選手などでは、負傷して試合に出場できない状態にある場合、 優れた成績を収めることが期待されているのに、何らかの身体的不調から成績を出すことができない場合などに、故障と呼ばれる。また、人間だけではなく動物の場合では、例えば競馬において競走馬の体に異常が発生し、レースを行う能力に影響が出ることも、故障と呼ばれる。故障から短期間に復帰する場合もあれば、治療に時間がかかったり、 完全に回復できなかったり、後遺症が生じたりして、負傷前と同じように能力を発揮できない場合もある。例えば、日本国憲法第78条には、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を取ることができないと、決定された場合を除いてはと記述されている。これら法律用語では特に、心身の故障ないし、体の故障をと、表現されていて、 主に所定の社会的立場、役職にあるものの機能に問題があり、その立場にあることが不適格な状態を指している。特に重要な判断が求められる立場にある者が、心身の故障状態にあると、適正な判断が期待できないことから、その立場からの解任や休職、免職などの措置が行われる。これは、人間の社会というシステムにおいて、分業体制が取られている場合に、 所定の役割を持つ個人の機能に不具合が生じると、その問題が他に波及するための措置である。故障とは、要求された機能を遂行する機能単位の能力がなくなることである。実質の定義では、故障は、イベントであり、状態であるフォールと区別される。よって、障害や不具合は、フォールとの同義語と考えられるが、記述分野の専門家の間においても、故障と、 フォールトや障害、不具合は区別して使われていないことが多い。故障はシステムの構成要素であるハードウェアやソフトウェアの不具合によって引き起こされる場合と故障によって障害となる場合がある。正常な状態に復旧するには故障した構成要素の交換、修繕が必要である。また、構成要素が故障しても多重化などによって システム全体が機能を提供し続けることができれば、システム全体としての障害は発生しない。スポーツにおいては、前述の通り選手の負傷ないし身体的な不調などを、さすが、こういった問題の解消には、医学的な治療は、もちろんのこと、治癒後にトレーニングなどで衰えた筋力を回復させるなどの対応を必要とする。かつては、 根性論の延長で故障を押して治癒前にトレーニングを始めてしまうことや、さらには苦痛を耐えて競技に出ることが美徳のように語られるケースもまま見出せ、それはスポコン漫画を中心にそのような描写も見られたが、そういった行為が治癒を妨げたり、後遺症の悪化など故障を長引かせる傾向もあるため、現代では避けられる傾向もある。より近代的なスポーツ分野では、 スポーツ医療の発達にも伴い、根拠に基づく医療としての治療とトレーニングメニューの選択、また回復を助けるための栄養の摂取など、総合的なケアが行われている。ありがとうございます。